よし、今日も外ロケ頑張ろうかな。よし、行ってみよう。こんな感じで僕の外ロケセットですね、これがね。さあ、行きましょう。さあ、今日は10月1日金曜日でございます。鍵しました。はい。現在時刻は3時ですね。午後3時でございます。さあ、皆様、こんにちは。平山茂と申します。よいしょ。いた。危ない。思いっきり今枝じゃない。木の根っこにちょっと足を引っ掛けました。さあ、今日も戸田川緑地ですね。いやー、ちょっとやっぱりね、風が強いですね、まだ名古屋は。まあでも名古屋よりもね、やっぱり関東ですね。特に東京、あと千葉ですね。千葉のやっぱ房総半島は非常に強い風だったんじゃないかなと思いますけれども、皆様大丈夫だったでしょうか。大丈夫でしたか。大丈夫ですね。よかった。落ち葉がだいぶ目立つようになってきましたね。いや、何よりもね、皆様ご無事で何よりということと、本当にお仕事、お疲れ様でした。お仕事本当にお疲れ様です。学校もね、学校頑張っていたよっていう方も本当にお疲れ様でした。週末ですね。ね、お休みという方は明日明後日ね、楽しんでくださいよ。10月にも入りましたからね。そう、10月1日でございますよ、今日はね。うん、いやー、なんかね、いいですね。いいタイミングで本当に週末入りましたね。台風もすっとこう去っていってね、お出かけ日和の週末になるんじゃないでしょうか。はい。さあ、まあ、ひたすら私はね、お仕事、明日も明後日も仕事ですけれども、まあ、同じくね、明日明後日お仕事という方は一緒に頑張りましょう。なんとなく頑張りましょう。大丈夫ですから。大丈夫です。うん。いや。ボーボー。マイクしてる分、風防マイクなんで、そんなにボーボーはしてないのかなと思うんですが、大丈夫でしょうか。大丈夫だといいんですけどね。さあ、自撮り棒をね、マックス伸ばしてこういう感じで撮るとですね、結構こう腕にくるんです。ちょっとね、先日の千岩峡行った時にね、ちょっと無理してこう後ろのアングルからとか頑張って撮ってたので、こう筋肉痛になってます。あ、前方からおじいさんが歩いてまいりました。いや、ちょっとね、川でも見ましょうか。川でも、ちょっとね、お知らせがございましてですね、今日金曜日じゃないですか。土日の日曜日、3日ですね、3日日曜日、夜9時からライブ配信をしたいと思っております。よかったら遊びに来てください。日曜日の夜ということでね、次の日月曜日という
ね、またこう気持ちがぐっと下がる人がまあ、稀にいると思うんですけれども、そういう方にも向けて明日から月曜日頑張ろうぜというね、ライブ配信をさせていただきます。特にこれといってですね、何かやるとかっていうのはまだ何も考えてないんですけれども、まず3日の土曜日、違う日曜日ですね、日曜日の夜9時ライブ配信をしたいと思いますので、ぜひご覧になってください。まあ、もちろんアーカイブでも残りますので、お楽しみいただけたらいいなと思います。はい、あっちはね、ちょっと子供が遊べる施設とかがね、なんかいろいろある。おお、人がいます。あ、あんなの、こんなのがあったんですね。あ、面白そうですね。多分大人一人では乗れないと思うんですけど。あ、すごい。あ、楽しそう。楽しそうですね。とにかく、とにもかくにも。大丈夫だよ。大丈夫だよ。大丈夫。それが言いたい。うん、それが言いたいんです。大丈夫だよってこと。さあ、明日、明後日、土日ね、お休みという方は本当にいい休日を過ごしてください。ということで、また明日お会いしましょう。また明日。それでは、おやすみなさい。平山茂でした。